すぎは才能と思う岸です。はい、ということでダイエットの方8月8日までやっていこうという風にしましたが、早速やってみたいダイエットがあったので、それにチャレンジしたいと思います。さて何か、水ダイエット。まあ水を飲んで痩せようということでございます。まあ皆さんね、思うかもしれません。水飲んで痩せりゃ苦労しねえよと。でも水飲んで痩せたらめっちゃ簡単だし、めっちゃ楽じゃないですか。ということで水を飲んで痩せたいと思います。で、使用する水、はい、こちらもう本当に普通の水です。こちらをですね、4ケース買ってきました。これを使ってダイエットの方をしていこうと思うんですけれども、どうやるのかって話ですよね。問題はまずこのお水をですね、2週間で全て飲み切ります。そうすると2リットルが6本入ってます。それが4ケース、つまり24本です。14日間で24っていうと、1日 3.4 リットルぐらい飲まないといけないことになります。で、まあ僕基本的にこういうお水1日に1本弱ぐらいは飲んでるんです。で、まあ他にもコーヒー飲んだりとか食事でも水分って取ってるんで、割と水分は取ってる方だと思うんですけれども、いつも以上にいつもの倍水分を取って痩せていこうかなっていうふうに思ってます。で、なんでこんなことをしようかなって思ったかっていうと、これ目的というか期待される効果が2つございまして、1つ目が水を多く飲むことによって代謝を上げるってことです。代謝が上がるとどうなるかっていうと、消費エネルギーが上がる。で、消費エネルギーが上がるっていうことは痩せる、この理論です。で、もう一つの目的、食欲を減らす。これがね、一番大きなミッションになったりもします。で、僕ね、めちゃくちゃ食べるんです。お腹空いたら食べちゃって我慢できないんです。だから我慢はしたくないんです。なので引くよりも足そうっていう、そういう考え方です。で、1日まあ3リットルちょっと、1本半ぐらいは飲まなきゃいけないので、そうなってくると1時間に170ミリぐらい、まあ、要はコップ1杯分ぐらい飲まなきゃいけないっていう状況になるはずなんです。で、そうやってると多分お腹がね、空きづらくなってくると思うんですよ。ってなれば別に我慢してるわけじゃないんで、そういう発想でございます。で、一応ね、ルールがありまして、まあ、これにね、番号を振っていきます。24まで番号を振ります。で、基本的にはこの水を飲むんですけれども、例えばこういうコーヒーなんかも飲みたくなることもあると思うんです。これを飲んだ場合もこれのリッターには含まないので、とにかくこれを飲み切るっていうことでございます。で、実は僕薄毛治療しているんで、錠剤だったりを飲むこともあるんですけども、そういうのに使うのは OK、 ただし料理に使ったりとか、これでドリンクを作って飲むっていうのは NG、 だからこれで麦茶作るっていうのもなしにしていきたいと思います。とにかくこれをこのまま飲むっていう感じでいきたいと思います。あともう一つ、まあ、これ要するに水をいっぱい飲むっていうだけなんで、極力生活リズムだったり食べる量っていうのは変えずに今までの通りに生きていく。なので無理にお弁当の量を減らすとか、特盛りだったのを大盛りに減らすとか、そういうことはしません。我慢は絶対しないっていう感じでやっていきたいと思います。で、注意事項なんですけれども、例えば2週間のギリギリとかにまだ10リットルぐらい余ってるとして、じゃあもうこれ消費するためにちょっといっぱい飲もうっていう風にして、短時間にめちゃくちゃ飲むみたいなことは絶対にしませんし、皆さんもしてはいけません。これなんでかっていうと、血中のナトリウム濃度が一気に下がると、ちょっとね、いろんな危ない状況になるらしくて、それはね、良くないらしいんで、なるべくこまめにこれを消費していきたいと思います。まあ、とりあえずでもこれは実験っちゃ実験なんで、どんぐらい痩せるのか、それとも体重が増えるのかっていう風なことをちょっと見ていきたいなっていう風に思います。で、まあそれでもし効果が出たら、そういう感じでしばらく進めていくかもしれないし、これだけじゃダメなんだなってなったら違う方法をまたやっていきたいと思いますので、今回は水ダイエットで2週間やってみたいと思います。じゃあ早速ちょっとこれに番号を振っていきましょう。はい、書きました。あ、こんな感じで書きました。なんで、これを順番通りに飲んでいきたいと思います。で、今日が4月の23ですね。なので5月の5までやっていきたいなっていう風に思ってます。で、本当に申し訳ないんですけれども、まあゴールデンウィークっていう関係もあって、バイトがゴリゴリに入ってるので、おそらくそんなに動画自体は撮れないと思いますんで、できる限りしていきたいと思います。じゃあ早速今日これですね、1これを飲んでいきたいと思います。2週間水ダイエット生活スタートです。
で、僕のね、これ作戦としては、コップ一杯やったら4口5口で多分飲み切ると思うんで、10分15分に一口二口飲めば、だいたい1時間でこんぐらいっていう感じになると思うんで、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。まるっと1日パソコン作業してましたが、はい。本当に捨ててないですよ。こんぐらい飲みました。なるべくこまめに飲むようにはしてまして、ただやっぱりね、苦しい。じゃあおやすみなさい。今日は2日目に前先に2本持っていきたいと思います。3、4、5、6、7、8、9、10、11、13のちょうど今これなくなりました。はい、ということで2週間やらせていただきました。成果から言いますと、2週間で16と17のここまで飲んでます。で、それ以外はまだ18もあるし、これ1ケース余ってます。なので平均ペースで言うと1日 2. 何リットル飲んだっていうことになります。まぁ、ちょっと目標よりも少なめですが、多分中盤何日かちょっとね、まぁ、いろいろあってお水を持ち運べなかったりとかっていう状況があったりして、まぁ、言い訳なんですけどね、飲めなかったっていう時もあったんですけれども、ただ概ね毎日2から3は最低飲んでおりましたので、まぁ、なんでまぁ、とりあえずでもいつもよりは多めに水は飲んでいたっていうのは事実ありましたんで、まぁ、ギリギリセーフかなって自分では思ってます。で、2週間やってみて感じたことなんかをまずお話しさせていただきますと、まずね、おしっこがめちゃくちゃ出るっていう、それは当たり前なんですけれども、1時間に1回は必ずトイレに行く感じになります。そこは大変かなっていう。だから職業によってはなかなかトイレに行けないとか、そういう方にはあまりいいものではないと思いますが、ただですね、これいい変化か悪い変化かわかんないんですけど、食欲が多少落ちました。一回に食べる量が少し抑えられたかなっていうか、それで満足できる感じになってきたっていうのが変化としてありました。なので、例えばいつも特盛り食べてたの大盛りでも大丈夫になったりとか、ただ僕のイメージはもう全く変えないっていうところだったんで、とりあえず特盛りだったりを頼んで、いつもならペロっていくところもちょっときついなっていう感じにはなるので、まあ、食欲はだいぶ抑えられるんじゃないかなっていう。で、間にちょっとお腹がいつもはすくうところも、まあ、それも少し緩和されるかなっていう感じ。でも本当に少しで、普通にお腹もすくしっていう感じでした。で、あと一番でも僕が感じたのは体調の変化ですかね。もともとあまり体調がその時期は良くなかったところからのスタートでもあった。実際ね、めちゃくちゃ今体調がいいです。多分血の巡りがいいのか何なのか分かんないんですけれども、不思議と体調はいいです。で、あとこれも結構大きな変化かもしれない。まあ、もともとそういう生活リズムになったっていうのもあるかもしれないんですけど、朝早く起きちゃうっていう。2時とか3時とかに寝ても、結局7時とか8時にスパッと目が覚めて、そっから活動できるようになったっていう。まあ、要するに目覚めが良くなったっていうのが結構大きなところで、すごい肉体的にも精神的にもキリッとしてるっていう印象です。疲れやすさとかはね、そこまで変わらないし、とはいえ体に関してはなんか具合悪いなとかっていうことは特にはなかったです。ただおしっこが増えるっていうところにもつながってくると思うんですけど、便、うんちの方がですね、すごい柔らかくなりました。14日間中ほぼ下痢でしたね。ちゃんとね、このビオフェルミンを飲んでいたし、野菜もねちゃんと摂ってたし、やっぱり多分まあ、ちょっと多めに摂っている影響なんじゃないかなっていう気はしてます。そんなところですかね。なので体重が減ってるかどうかは一旦置いといたとしても、水を多めに飲むっていうことはやっぱり体にはねいいことなんだろうなっていうのはこの2週間で分かったので、もし今後続けるか続けないか、どっちにしても、まあ、水はね最低1日1本は飲むような生活っていうのをちょっと心がけていきたいなっていうふうに思ってます。で、肝心な痩せてるか痩せてないか、一番最初測った時は77キロぐらい、77.4 だったかな。じゃあ今の体重どうなってるか測っていきたいと思います。いきます。はい、出ました。76.6。なんとも言えません。
ちなみになんですけど、まあ、僕本当に運動もマジでしてないし、食べる量も増やしてもいなければ減らしてもいないんですよ。し、食べてる時間もだいたいお昼が12時前後で、夜もバイトがある日だったらちょっと夜遅めに食べたりしてました。で、合間に間食もしてます。で、時々朝ごはんみたいな感じでサンドイッチ買って食べたりとかしたりもしてました。で、結果がこれなんで、多少痩せるっていう程度です。で、やっぱり劇的な変化はなかったです。なので、まあやっぱり食事制限だったりとか運動っていうところはしっかりとしていかないといけないと思いますん で、次の作戦を僕はもう考えてます。まあこれに関しては、まあ僕ダイエットはしたことないんですけれども、唯一一回痩せた時期があって、それのやり方をちょっと次やりたいと思いますんで、次はね、頑張らなきゃいけないダイエットなんで、そういう感じで8月8日に向けてダイエットの方を頑張っていきたいと思います。まあそんな感じでございました。以上、薄毛は才能必至でした。次回の動画でお会いしましょう。